今回はイルミネーションを使いまして、光の絵本ということでストーリーを展開しています。そのストーリーを順番にたどっていただけると、まあ、全体一つの物語が分かるという展開になっていますので、ぜひ全体ゆっくり楽しんでいただければと思います。